ウィリアム・メディルは、アメリカ合衆国オハイオ州の民主党の政治家。第22代オハイオ州知事。デラウェア州、ニューキャッスル郡で生まれ、メディルは、オハイオ州会議員に選出され1835年から1838年まで、勤め、1836年から1837年までは、会議長であった。彼は1838年に、 連邦会員議員に選出され、1839年から1843年まで、務めた。1842年、参戦を逃す。郵政長官の補佐をしばらく務めた後、メディルは、ジェームズ・ポーク大統領に、インディアン事務委員に任命された。1850年に、オハイオ州に戻り、1850年から1851年の、 州憲法制定会議の議長を務めた。新設されたオハイオ州副知事に1851年に、選出され1852年に就任。ルーベン・ウッド知事が、チリの領事館に移るために1853年7月13日に、辞任するまで務めた。メディルは、州知事となったが、1855年に、反奴隷政主義者のサーモンチェイスに再選を阻まれた。 ありがとうございます。